こんにちは。かわいいひなあられを作ってみます。で、釣り飾りにするとこういうふうに揺れて、ゆらゆらと揺れて、かわいいものができました。まず材料ですが、100円ショップで透かし彫りの和紙を見つけたので、これを使って5センチ角のものを15センチからカットして使います。何枚か重ねて作っていきたいと思います。四隅を丸くカットしてください。はい、これができましたら、今度はこういうふうに三角にカットをして4箇所削ります。で、今度は残った角の中心をまた同じくらいの幅で切り込んでください。で、たっぷりと接着剤を切り込みまでつけていって、それで中心に、これは綿で作りました。こちらはお掃除用のスポンジをハサミでチョキチョキ切ってやってみました。どちらでも同じようにできます。身近な材料で作ってみてください。1センチよりちょっと大きいくらいの円を作って、対角線向かい合わせでどんどん中心に向かって中のものをくるむように貼り付けていきます。あられ自体がまん丸ではないので、多少デコボコしてた方が逆に可愛いかと思います。こういうふうに後でまた接着を上から押さえてやってください。これができましたら、少し長めの太い針で、刺繍針でもいいですし、布団針でも大丈夫です。底が抜けないようにちょっと紙くずを先にやっておいて、一番下にぴったりくっつけます。で、今ちょうど接着剤を塗ったところに針を通したのでひしゃげてしまいましたが、まあ、できるだけ接着剤のついてない柔らかいところで糸を通した方がきれいにできます。こういうふうにスッと接着剤のない場所は針が通ってくれます。ある程度刺していきましたら、下の方に接着剤を糸と紙が固定できるように少し塗ってやって、どのくらいの間隔でやるか決めてください。こちらはペーパークラフトバンド、ダイソーで買ってきました。吊るす部分を作っていきます。長さは13センチにカットしました。で、糸をこういうふうに溝がついているので、溝に接着剤をたっぷり塗って糸ごと固定します。端は切っておきましょう。で、少し太めのワイヤーを同じ13センチカットして、また溝に埋めます。金属用の接着剤がなければグルーガンで接着して、これはワイヤーを U 字型に丸めたものを埋め込みました。で、これは鯉のぼりの昔のおもちゃですが、ちょうど中心に穴が開いているので、この今作った U 字型をここに差し込んで固定するとできます。身近にあるもので何か工夫してお作りになるとよろしいかと思います。次は5センチ角でこちらのひし餅を作っていきます。
まず三角に半分に折ります。また三角に半分に反対側を折ってください。ここまで折れましたら、中心線に向かって上の角を折り下げてください。と反対側も中心線に合わせて折り込むと、こういうふうに三角の長細い形になります。今度は下の方を上と逆の角度で折っていきます。中心線に向かってひし形を作るので、逆の形に折り込んでください。こういう形に折り上がります。裏返すとこういうふうにできております。で、これを重ねていってひし持ちにします。で、半分のところに、半分、三角形の半分に接着剤を塗って、次々に重ねて貼っていきましょう。次はひし餅を飾る台を作ります。まず中表にして四角に半分に折ります。で、1枚だけ下の線に向かって合わせながら折ってください。ここまでできましたら、折った部分を上にして、今度は裏返し、半分の中心線をつけます。で、右の角を今折った中心線に向かって折ります。左側も同じように中心線に向かって折ってください。開いて、今度は手前の線に合わせて、折り線に合わせて端をもう一度折ります。少し細かいのですが、線に合わせて折ってください。反対側も同じように、手前の折り筋に合わせて折ります。次は上の部分を開いていき、下の角から押さえて、こういうふうに開いて三角ができる形に折り開きます。まず指で開いて、それから下から押さえると、こういうふうにきれいに三角ができます。両端に三角ができます。これを裏返すと、こういうふうな台が出来上がっております。次はひし餅の三角のちょうど中心線を台に合わせると、こういうふうに仕上がります。接着してください。と揺れる吊るし飾りのあられを楽しんでみました。中心の桃の花はまた別動画で作っておりますので、ご覧ください。コメントお待ちしております。いつも見ていただきありがとうございます。